だけどな、本当は永遠の命を持ってこの法華経をね、解く人間はいっぱいもう育ててあるんだよ、それが実はお前さんたちなんだよって言ってんですよ。あなた方は覚えてないだろうけども、遠い昔私が頭をなでてな、このシャバ世界に人間を憐れむがゆえに生まれてな、人様のために私の代わりに尽くしてまた私の世界に帰ってきなさいよ。それを日蓮宗では霊山王敬というんです。行くんじゃない、帰っていくんですよ。おまんだらの世界に、あそこの世界からね、記憶にはなかったけど今このシャバ世界に生まれて、この苦しみの世界に生まれて、そして人様のために役に立ってお題目を唱えて、人様の何かの役に立って、そしてまた帰っていくんだよ、そのことをみんな思い出してくれよな、というのが法華経のテーマなんです。ところが私どもはそれをなかなか認めようとしない、分かろうとしない。それで今日皆様方のリーフレット、マフレットありますね、誕行礼拝というのがありますよね。これね、さっき伝道部長さんがね、 うちの母ちゃんと一緒に拝み合ってるんですよ、母ちゃんあなた命ってね、母ちゃんがおらんには私生きていけないわとか言ってね、これね、誕行礼拝、ただ礼拝を行ずると書いてあるね。これは上不行菩薩本といって20番目のお経です。その中の一節、ずっと書いてありますから最後で見てください。その中で一番大事なところはこの真ん中です。真ん中のところね、真ん中開いた仏さんね、お坊さんが手を合わせて合掌してますな。でここ字が書いてありますね、ここへね、漢字が我人教尿と風寒教満床医者がね、尿糖開業菩薩道道徳砂仏、我深く何立ちを上山をあえて教満せず家はいかん、何立ち皆菩薩の道を行じてまさに砂仏することを上し、みんな仏さんになれるよと言って、ただただ人様を拝んで歩いた菩薩様です。ところがそれをやるとみんな嫌がるんですな。自分の我慢偏執があるから、我慢我欲慢心偏見執着があるからね、こうしてね拝んでね、あなたもきっと仏様になりますからね、きっと頑張ってください、菩薩道の菩薩の道を励んでください、こう拝むんですね。初めて拝まれたものはね、悪い気はしませんわ。あ、そうか、俺もなれるんかな、お釈迦様にはほど遠いけどな、うん、その時はまだいいんです。その後ですね、その拝んだ人が誰を拝むかです。あなた一人ならいいんですよ。で今度はこっち行って、 あなたもきっと仏さんになれますよ、どうぞどうぞ菩薩の道を励んでくださいと言って拝みますね。そうした時に私どもの心の中の差別の心が湧いてくるんね。今拝まれた私、そして今その反対に拝まれた人、その人と自分と比べるんですよね。で自分より上だと思ってる人を拝まれたらいい気になるんですよ。はなはな高々、お、俺もあいつと同じ見られたかな、うん、俺も捨てたもんじゃねえなって思うんです。ところがね、今度はね、今まで一番嫌いなね、自分が嫌いだった人のとこ行ってね、あなたもきっと仏様になれますよって拝んだらどうです？ねえお前、あいつと一緒か俺はってこう、はね、そこに心の危うさがある。それが人間ですね。隣に蔵が立つたら腹が立つっていうね、どうですかね。隣の人がものすごい御殿をドーン立てたらね、今梅ちゃん先生がそうですよね
ドーンと御殿が立ったから、隣のおじちゃんがね、頭が来てるんですな、うん。それが人間の心ですよね。うん、でもそれは私の心なん。仏様の心じゃないん。本当ならね、あ、よう頑張ったね、よう貯めたね、しっかりよう辛抱して立派な家が建ったね、で、本当に心から喜んであげなきゃならないん。ところが自分が負けたような気がしてね、そして、あいつはどっかで悪いことをしてるに違いない。私がこれだけしてたまらないのに、あいつはどこであんな金貯めたんだろうって、こうなるんですな。うん、心危ういですな。それはいけませんよ。みんな仏さんですよ。それが、先ほど一番最初に拝読しましたけれど、皆様方のね、宗教という話しましたけどもね、日蓮聖人の一番大事な立正安国論であります。汝信仰の寸心を改めて、速やかに実情の一善に着せよ。ね。ちょっと拝んだら儲かるとか、ね、病気が治るとか、そんなね、小さな信仰でやめと。本当の実情の一善とは何だ。それは法華経だ。法華経は何だ。みんなで仏になるんだ。細かいことは言うなって言うんですな。今民放でやってるのは何ですか。生活保護取られてますな。生活保護をやったら、東京やったらね、一人で何ぼか十何万もらえるって、ね、え、私もぼちぼち年金もらってますけどね、ね、あと3年2年経ったら、丸額満額もらえるんですけども、国民年金ですから6万いくらやったかな、ね、え、でもそれは国で決めたことであって、ね、そのために一生懸命何ぼか貯めてるんで、そして自分のプライドを持って生きるんですね。人間プライドがなくなったら大変ですよ。ね、損得感情だけじゃない。ところがすぐね、儲けどっちが得損とか言ってね、今の原発問題でも何か大きなことがあるんでしょうな。本当は少し回さねえけんのかもしれませんけどね。今日本大赤字ですよ。今円高だから少しはいいんだけど、これが元に戻ったらものすごい赤字になります。何かって言ったら、電気を起こすのでね、石油やら天然ガスやらいっぱい買ってます。それでどん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 今赤字が増えてます。うん、そんなことより、いや原発が嫌だ、いやなんだと言って、で災害地からね来るね、もうゴミはいらないとかね、放射能がどうのこうのとかね。でも東京も浄水場の活性をですごかったんでしょ。かえって東京の方が汚染されてるかもしれませんな。本当のことは分かりませんけどね。こんなこと言ったらまた怒られるんかな。はじめ口が悪いんね。はい、そういうことであります。そしてもう一つね、先ほど仏、成仏と言いましたけど、仏になるということは、人様の役に立つことが仏であります。ね。その後、大震災の後、平泉の中尊寺が、ね、世界、ね、遺産に登録されました。平泉中尊寺には、お薬師さんがたくさんあります。阿弥陀さんもたくさんあります。上六のお薬師さん、阿弥陀さん。座って 2.5 メーター。ね、漆が晴れて、金箔が剥げて黒漆がいっぱいむき出しになった仏さんがずらっと並んでますよ。でもあの仏さんは歩いていけないね。震災になったからでって歩いていけませんな。奈良の大仏さんかって歩いていければものすごい力になるんでしょうけど、歩いてはいけないね。人間を助けるのは人間なんですね。だから無浄土と言うんです。お釈迦様法華経で言ってるのはそうなんです。
みんながボランティアになろうや、みんなが菩薩になろうや、ね、そうしてみんなで助け合っていきましょうや、そのためには差別の心をなくしましょうや、ね、小さいで亡くなっても年寄りで亡くなっても自分の嫌いな人でも何でもみんな仏さんだからお互いが助け合っていきましょうよと。